よし、疲労度は皆さん大丈夫ですか？ワイは大丈夫よ。お二人はこれでしょ？あ、大丈夫だよ。あ、呼んだ？あの、疲労度は大丈夫？何疲労度って、ゲームのコアの疲労度みたいな。いやいやいや、疲れてるかどうかってこと、今。あー、体力10で言ったら残り9ぐらい。9.5 ぐらい。オッケー。よし。ごめん、ちょっと待ってね。いや今めっちゃ悩んでる今。エナジードリンク決めたから、みんな元気だったから。まあこっから、まあ、20時間ぐらいいけるね。俺も俺は30。いってらっしゃい。ほんまと旅行行った時もなんかこの2人ずっと起きてんねんもん。うん、違う、あのコアタイムだったからね。マジで配信してる時間朝起きるけど、でも俺夜中が配信めっちゃしてるから眠くならないんだよ、あの時間。びっくりしたよ、俺とロビンさん寝てる時になんかほんまえげつないソースの匂いして起きたら2人でバルの大会見ながら焼きそば食ってんねん。匂いで起きたと思うな。あ、匂いやばすぎて起きたもん。バカでかいペヤングと UFO2 人で食ってて。いやもう夜こそ醍醐味よな、大魔王あんな。そうよ、もうもう一緒に行ったやつらおっさんすぎて困るわ、なんか。なんか飯食ってビール飲んで気持ちよくなって夜遊ぶぞとか言ってたやつが、なんかもう部屋戻ったらいきなりベッドでスヤーしてて、もう一人のなんかマッチョもなんか行けますとか言っときながらスヤーとか言って、もう俺と大門も取り残されてたからね。二人でな、二人で語り合ってたもんな、いろいろ。おっさんすぎて困るわ、マジで。わけは明日はもう6時に起きなきゃいけないんで露天風呂制覇するからとか言って、おっさんみたいなこと言って寝てたもん、ほんとに。あーそりゃおめえら俺いなかったら朝飯食えてねえかんな、多分。確かにそれはそう、それは間違いない。ロビンさんが起こしてくれたらいいねんでしょ、あれは。もうなんか食堂のおばちゃんみたいな、はい7時50分だよっつって。いや57分だよ、57分。8時から飯で3分前に、お前ら飯だから起きろっつって、ギリギリまで俺らも寝るから、うーんとか言いながら、あと30分もあんの、うん、つやーつ。そっかーつ。